逆に、今日は4月の20日の金曜日、白とかなう。人間は、おぎゃーっと息を吐いて生まれ、臨終の際にはスーッと息を吸ってこの世を得ます。その間の人の一生は実に様々です。出会いやチャンスに恵まれた人もいれば、不遇な境遇を投げつきつつ暮らしている人もいます。この運不運の分かれ道はどこにあるのでしょう。それはその人の吐く息にあるのではないでしょうか。より日常的、具体的に言えば、口から発する言葉にその原因があるのです。吐くという漢字は口偏にプラスマイナスで成り立っています。すなわち口から出る言葉には積極的、前向きなプラスな言葉もあれば、反対の愚痴や不足不満のマイナスの言葉もあるわけです。さて、吐くという漢字からマイナスを取り去ってしまったらどうなるのでしょうか。吐くという字になるのです。あ、叶うという字に書くのかなるのです。ああ、なるほど。思いや望みが叶うのは、プラスの言葉を口癖にするようにして発しているからとも言えるでしょう。プラスの言葉が、プラスの出来事を呼び寄せるのです。なるほど。それでさ、この頃さ、褒め言葉検定みたいなのがあるようらしいね。つまり、コーチングで。要するに、だから、私のような立場の人が結局、ほら、人をこう、素晴らしい、素敵、素晴らしい、さすが素敵とか、とか、なんか、ね、なんとか、なんかそんなこう、褒める言葉をたくさん持っとく、みたいな。そういうこう、人を褒める言葉、日本語あるじゃん。だけど、それをこう、使わない、おだてよ、なんかおだてよ、みたいな感じ。で、やめてよってなるけど、そうじゃなくて、だから、Thank you, you are welcome, みたいな感じのと一緒で、とか、あとは、褒められた時にありがとうって言えること。これは恥ずかしがらんで、今日もそれ素敵ね、とか、この髪型いいね、とか、とか、だけど、とにかくこう、褒める。あとね、ものすごく褒められよって嬉しいのは、直接褒められんで、要するに、何々さんいいねって、褒められおっしゃったよって、第三者から聞いた時にもっと嬉しい。これ逆やったらものすごく嫌じゃない？見た目はものすごくしとうけど、いや、あの人実はさ、って言いおっしゃったよって聞いたらがっくりせん。っていうので、褒めるのはね、実は、あ、直接褒めるのもいいっちゃうけど、褒めることをいっぱい言っとった方がいいっちゃ。で、マイナス面は逆に言えば、相手がわかる瞬間にもうちょっと、要するに相手を受け入れる、要するにキャパがありそうな時に直接言ってあげるっていうのが大事なことやろうねと思っちゃう。だって、嫌なことってさ、他人から聞いたらもうめっちゃ嫌だもん。だけど、褒めるっていう目先のテクニックそのものよりも、いわゆる、プラスの言葉を発する。こういう、いいこと言うとね。吐くのもうマイナス思考を一本取ったら叶うって。ということで、この本は毎月、春蜂は支給されます。いや、これ嫌じゃないの？いい本よ。ということで、今後はこんな感じで。5月号もあります。ということで。はい、お願いします。ごめん。この時間を本当はさ、こう、お掃除が終わって今からでも始めろかっていう時に5分でもいい意見本当は取った方がいいけどね。月曜日にはちょっとそういう時間でも取れるようにしましょうかね。月曜います。ということで、見やすいです、その方が。黒い冊子の方よりも、4月号の方が、あ、これはね、もうちょっと聖書っぽいやつで、こう、イメージ力がいるから。いるいる。これ結構厳しいよね。これちょっと厳しいよね。こっちの方が噛み砕いてあるよね。でも、これのことがこれに実践的に書いてあるのはこれなんですよ。そう。だけど、これを、こう、で、置いとってね、何かあった時には、こう、人にこう配ったりするような会社もあると。これ、よろしかったらご覧になりませんか？とか言ってね。で、私はなんかこう、勉強することを押し着せる感じがするけん、どうなのかなと思ったっちゃけど、本当にいいこと書いてあるよね。だけフランダースの犬とかあってた時間帯にこう続いてたんで、ポリアンナ物語ってはい、ご存は知ないですい、はい、あります、あります。原作も知ってます。か？あ、そうです。あれでいいこと探しっていうのは主人公がしてたから、あ、それまさしくそれだなってなるほど私ね。の中に思いました。なんかいろいろこう重なりに合うことが結構なるほど。ということで。ありがとうございます。
私以上に皆さんよく勉強してらっしゃいます。今、数字がですね。何回？うちサニークリーンじゃないよ。ああ、サニークリーンじゃないやろ。あ、それ。すいません。オッケーオッケー。はい、いいですよ。お願いします。あ、しどうするの？何々支払いで。あの、打っていいです、打っていいです。うん。あの、マットの交換ですね。はい。はい。それね、二つマットと、モップで、その値段よ。安かろう？支払いは出勤の方でいい？出勤です。うん、何これ840円の支払い。ああ、それはね、これ支払い。あれなんだ。それはね、入ったかどうか。840円の支払い。ああ、なんで普通レジってさ、お金を出すとかもないわけね。普通はね。お金出すと出来上がってきたなんだね、普通はね。